日本中部地方新潟県南魚沼郡新潟県南魚沼郡の範囲南魚沼郡は新潟県の郡人口七七千百四十二人面積三百五十七点二九キロ平方メートル人口密度二十一点七人経平方メートル以下の一町を含む千八百七十九年に行政区画として発足した当時の軍域は上記一町のほか 以下の区域にあたる。和名類受賞の国軍部に、越後国を沼と記されている。平藩期に、方言の乱の後で、平正宏の所領だった、魚の氷食田村が没収されて、後白河天皇領となったことが記されている。あず鏡では、お伝承の名で記されている。鎌倉時代には、新田市の配下の里見市などが拠点とした。太平記に、上田山。 植田山の地名が見える。植杉氏の頃は主に植田省と呼ばれた。江戸時代の頃は魚沼郡と呼ばれた。慶長三年年に植杉氏が合図に違法となり、代わって堀氏の入った高田藩の一部として扱われる。堀氏が改役された後、いずれも短い期間で松平氏、牧野氏、福島正則、直轄領になった後、再び松平氏が入るなど、 頻繁に領主が変わった。寛永の頃に、いくつかの村をまとめて、大きも入りが置かれ、東軍域では、浦佐組54カ村、6日、長組66カ村、塩沢組58カ村に分けられた。越後騒動の後、遠方9年から強法9年までの43年間と、法歴5年から法歴13年までの8年間は、天領、 教法9年から法暦5年までの23年間と、法暦13年から文久元年までの99年間は、藍津藩の預かり寮であった。この頃は、おじやに、陣屋があった。また必要に応じて塩沢と十日町にも、出張陣屋が置かれた。文久元年に幕府によって、組み替えが行われ、大貫支配の村と預かり寮の村、藍津藩寮の村にそれぞれ分割され、 クワナ藩の飛び地も存在するなどした。隣の小出島には、藍津藩の陣屋が置かれ、当地域は国境付近の天領も含めて、藍津藩士が警備を担当していた。このことが、戊辰戦争で戦地になる要因となった。越佐地図教科書から1896年、明治29年1月出版。人口55,943人。 個数9620との記述あり、ありがとうございます。